こんにちは、戦闘員ちゃんです。忍者修行2日目ということで、今日も光太郎先生を呼んでみたいと思います。光太郎先生、お願いします。先生、お待たせしました。お遅くなりました。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。光太郎でございます。お願いいたします。元気いっぱい光太郎先生。はい、戦闘員も頑張ります。はい、頑張りましょう。はい、じゃあ早速始めましょうか。はい、前回は構えるということをしましたけど、はい、今回実際にアタックをしてみましょうね。はい、はい、ということでちょっとまたマイクを取らさせてもらいます。はい、前回は構えるということをやっていました。ではおさらいしてみましょう。はい、参ります。はい、構え、はい、いいですね。はい、足は前足は相手の方をしっかり向ける。腰を落とす。で、90度後ろ足をね、曲げて若干ガニ股。はい、で、左手は玉もを持って胸のあたりを守るように手を突き出す。背筋まっすぐ、完璧です。あ、やった。はい、そこから、体をさばきますね。はい、頭のてっぺんがあのコマみたいにくるっと回りながら前に出る。その時に左手グッと突き出してパンチしてみてください。はい、参ります。せーの、パン、という形でね、これで殴ります。はい、殴った時左右対称が美しいので、左足ちゃんと前に出ますか。で、右足90度になってますか。はい、で、体はまっすぐしてますか。で、苦労しながら殴るという操作になります。はい、はい、じゃあ戻りましょう。なんかこれみたいになってきちゃう。言い方が X ボタンとかになっちゃう。はい、はい、ね、そしてデッキから今度、はい、距離を詰めながら投げるは、はい、構えて、はい、後ろ足を引いて前足を前に出してから投げます。はい、はい、これを一連早く動かすと構えていく。そしてお、早い、という形で。あれ、先生今2歩進みませんでした。1歩。はい、1歩でもここでこっちに出ない。あー、そっか。はい、1歩でこうか。そう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 、なるほど。はい、じゃあ私に向かってね、はい、あのパンチを決めてやってみてください。はい、参ります。どうぞ。という形でね。はい、いやー、殴るという操作、そうそうしてみました。で、私今かわすというね。はい、はい、かわすというのね、覚えて覚えてる、はいはい、ね、人のパンチっていうのは基本的に点です、はい、おー、はい、ね、だ普通にこうやってバッてやると怖いですよね。怖いですね、うん、怖いから後ろに下がっちゃう、はい、うん、だけど実は殴ってここさえかわせば、あ、そうか、そう、怖くないんです。点だから、はい、で、これをかわすときにどのようにやったかというと、さっきみたいに、打ってきてもらった2種類の操作、また操作って言っちゃった。2種類の操作があります。1つ目は、はい、後ろに下がる、はい、後ろというよりも斜めに下がります。じゃあ、はい、2つ目は体を回すこと、はい、はい、この2つをね、覚えておいてもらいたいなと思います。はい、じゃあ実際外野殴ってみてください。また構えて、はい、うん、で、せーので、これが回すです。はい、で、今若干いいです。斜めに、はい、できるかな。やってみようか。ちょっと一回練習していいですか。いいですよ。じゃあゆっくりね。はい、はい、殴られる側は前足を引いて、はい、斜めに行く。そうそう、あ、うまい。それいきますよ。はい、せーの、おー、避けました。はい、こうなります。避けれました。はい、避けるときはできるだけです。あんまり遠くに避けると、はい、次にもうこういうふうに来ちゃいますので、はいはい、できるだけ際で避ける。あ、際で。こうなります。もう一回やってみましょうか。はい、せーの。はい、上手ですね。避ける操作。はい、避ける。じゃあ次にはかわす操作。かわす操作。はい。はい、それが、はい、先ほどの後ろに。そうです。で、その時も若干後ろに行きながら斜めに、こうです。そうそうそう、
ちゃめの音、はい、体が上がります。先生かっこいいですね、やっぱり。ありがとうございます。ちょっと構えてみてもらって、はい、はい、今みたいに動いてください。で、体を回しながら斜め後ろにスッと、そうそうそう、もうちょっとこう、もうちょっとこう、そうそう、斜めに構えて、で、実際やってみますよ。あります、せーの、合ってます。今ちょっと変なステップいかない。もう一回転がっちゃうか、はい、いきます、はい、せーの、ね、かわせますね、かわせた、はい、かわせました。はい、はい、さらに、はい、かわすだけだと、はい、ね、なんて言うんでしょう、かわすだけだとただただ沼ってだけじゃなくて、はい、反撃入れます。お、はい、じゃあさっきみたいに私に打ってみてくださいね。はい、はい、いきます、せーの。よろけちゃうね。よろけました。そう、かわしてきたポンと飛んだけでこの軌道がずっとずれちゃうので、かわせるんです。あ、そっか、はい、もう一回やってみますか。はい、はい、どうぞしてください。ありがとうございます。ちょっと今当たりようかな、ね、先生優しく言ってくれた。優しくやったので。ありがとうございます、はい、これもかわすときは手を回してポンと叩く感じ、はい、そう、練習としましては構えましょうか、はい、ね、構えましょう、はい、で下がりました。そしたら回してポン、そう、はい、下がりました、ポン、これを同時にやります。下がりながらポン、ねえ、ね、下がりながらって、そう、皮行ってから回す、2つの動作ではなく、はい、それ一瞬でパンと、はい、そうです、はい、実際じゃあ、はい、打ってみますので、いいですか、はい、いきますよ、せーの、そう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 、うまい。いや、先生合わせてくれた。この時コツはね、コツはね、ただ回すだけじゃなくて脇締めた方がいいです。脇締めてると女性でも力は少し強くなります、はい、脇が空いてると男性でも緩くなって、はい、力が出ます。ですので脇を締めて回す、はい、じゃあそれを覚えて、もう一回もう絶対勝つっていうイメージね、イメージ中に持ってやってみましょう。はい、ります、せーの、そう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 、でもちょっとポンって殴れますもんね。はい、これで勝てるわけです。はぁ、これがかわす操作、かわす操作、操作ってなんかいいです、いいです、操作ね、はい、覚えておいてもらうと、はい、もし襲われて、はい、ね、もちろん自分たちが一生懸命戦っても、はい、絶対襲われますから、その時には今みたいにかわそう、はい、はい、生き残れます。はい、生き残りたい、はい、ということでね、はい、今日はかわす操作をお話ししました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日も一個強くなりました。はい、はい、はい、ありがとうございました。バイバイ。本日もハイブリッドチャンネルご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またハイブリッドちゃんはツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひぜひお願いします。 Thank you for watching ハイブリッドチャンネル today. We also have Twitter and Instagram. Please check it out. Bye bye.